ミヘール・ガブリエリス・ゼ・カズベギは、ジョージアの貴族、カズベギ家当主。ロシア帝国の軍人。実践はチョピカシビリ。1805年に誕生。トビリ式貴族学校で教育を受けた。1819年2月13日、カズベギは、アレクセイ・ペトロビチ・イルモロフ将軍配下において、コーカサス戦争参戦のため、ロシア軍将位となった。カズベギは、 この戦争全体を通して、コーカサスで活動し、複数の任務に携わった。その後、このエコサック連隊隊員に承認。1845年、ダルゴの戦いへの遠征で大佐となった。1850年から1859年までは、ティフリス県で山岳民族の統治者を務め、先制的な地位にあった。1852年2月1日、 将校25年目をた,たえた政治協力十字章4級を受賞。1859年、少将に承認。父親は、ロシア帝国将校のガブリエル・カズベギ。エスタテ・タルフ・ニシビリの娘エリサベリと結婚し、次の子供を設けた。ありがとうございます。